より BID 全日本モトクロス選手権シリーズ第3戦 ACSR 九州大会 IA1 クラスヒート1暫定表彰式を行います。大会レースクリーンのお二人ご紹介しましょう。橘美穂さんとそして熊本恵美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは表彰台獲得されました3選手を第3位の選手よりお呼び出ししたいと思います。拍手をお迎えください。まずは第3位ゼッケン1番ヤマハファクトリーイノベーションチーム J ウィルソン選手。J 選手3位の表彰台を進みいただきました。続きまして第2位の選手をご紹介いたしましょう。第2位はゼッケン41番ホンダドリームレーシング LG 横山春樹選手です。黄色い前列がとても高機動で映えていらっしゃいました。第2位表彰台です。そして皆さん大きな拍手で迎えていただきましょう。涙の初優勝でしょうか。優勝はゼッケン2番ホンダドリームレーシングベース大倉優選手。喜びを爆発させていらっしゃいました。本当におめでとうございます。それでは表彰台の選手の皆さんに GID リムトロフィーを送っていただきます。プレゼンターは開催地であります大津町の副町長でいらっしゃいます工藤あずさ様です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどご挨拶もいただきました。どうもありがとうございます。それでは優勝の大倉選手よりゴールドのリムトロフィーを送っていただきます。真ん中の中央の選手にお渡しください。ご丁寧にお渡しいただきました。どうもありがとうございます。続きまして第2位横山選手に送っていただきます。ありがとうございます。続きまして第3位のジェイ・ウィルソン選手に送っていただきましょう。笑顔でお渡しいただきました。ご苦労様ありがとうございます。続きましまして副賞といたしまして大津町賞、大津町さんの払い物が贈られます。目録をお渡しいただきます。どうぞお受け取りください。とっても美味しい大津さん地元の辛いも送っていただきます。スイートポテイトでございます。さあそうなんです。3選手皆さんに送っていただきました。工藤様どうもありがとうございます。それでは写真撮影をさせていただきたいと思いますので、リムトロフィーをお持ちいただきまして、はい、副町長とお二人のレースにもお入りいただきたいと思います。それではカメラマンの皆さんよろしくお願いいたします。まずは全員揃っての撮影とさせていただきます。はい、よろしいでしょうか。それでは続きまして選手のみで行わせていただきます。工藤様どうもありがとうございました。佐々木得意のお二人もどうもありがとうございました。もう一度掲げていただきましょう。選手のみでの撮影のお時間です。 J 選手 One more pleaseThank you very much. それでは今一度撮影のお時間取らせていただきます。今度は選手のみでの撮影のお時間です。笑顔がこぼれるそんな表彰式でございます。さあよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それではシャンパンファイトに移りたいと思います。これより準備をさせていただきます。リムトロフィーを移動させていただきます。ヘルメット、はい、濡れない位置に移動をさせていただきまして、もちろんお引き取りさせていただきますね。後ほどお帰りの際にたらいもと引き換えをお願いしたいと思います。それではお二人のレースクリーン美穂さん恵美さん、選手の皆さんにシャンパンをお渡しください。まずは大倉選手にどうぞお願いします。喜びのシャンパンファイトとなることでしょう。続きまして横山選手に、そしてジェイ・ウィルソン選手に送っていただきましょう。ありがとうございます。それでは本日最初のシャンパンファイト参りましょう。 IA1 クラスヒート1のシャンパンファイトです。喜びのシャンパン一緒に浴びてください。それではお願いします。結構近いところ狙っていて喜んでくださいね。皆さんにたくさんのシャンパンが皆様の頭上にも注がれているようでございます。どうもありがとうございました。それでは選手の皆さんにインタビューさせていただきましょう。まずはこの方からです。大倉選手お願いします。応援ありがとうございました。いやここに来るまで本当に時間がかかって、もう4年ぐらい優勝がなくて、もう本当に勝てるのかなっていうぐらい苦しい日々を過ごしたんですけど、ようやくここで初優勝できて
本当に嬉しいですし、本当に皆さんの協力があって、優勝できた最初の1勝なので、これを大切に、ここで終わらずに、また勝てるようにしっかり頑張っていきたいなと思います。5つもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ここに満足することなく引き続き頑張ります。以上、最終のせていただきました。それでは横田選手もお一緒ありがという結果でした。お願いします。皆さん応援ありがとうございました。なんて言ったらいいか分かんないですけど、まあね、悔しいですね。まあ、転倒さえなければって、ね、思いますけど、まあまあ、これもレースなんで、次のヒートは、またスタート出て、勝ちたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。Congratulations, Okuda-san. Last year you had the opportunity and you just missed it, so congratulations. For Japanese motocross, I'm very happy and I feel like some weight is off my shoulders now. To continue the dominance of winning continually, it's a lot of pressure and yeah, congratulations to these two guys. They put up a good race then and I made way too many mistakes, so I need to go back and regroup for the next moto, and I have a lot of work to do for this next one after the first one, but congratulations to both these guys. That was a really great race, and I hope all the Japanese fans here that have come out in this bad weather have enjoyed today, and I look forward to Moto 2. We'll put on another great fight for you all. どうもありがとうございます。まずはお二人の選手に心からの祝福をかけていただきました。そして今後ご応援の中、たくさんの皆さんに感謝をしていただいて本当にありがとうございます。皆様への感謝を伝えていただきました。本当にありがとうございます。それでは改めてご紹介させていただきましょう。嬉しい嬉しい初優勝はゼッケン2番のホンダドリームレーシングブルーズ大倉優希選手、本当におめでとうございます。監督も応援を込めていらっしゃいましたね。そして第2位は次こそというメラメという熱い思いを燃えたぎらせていらっしゃいます。ゼッケン41番ホンダドリームレーシング LG 横山春樹選手、お願いします。続きまして第3位はゼッケン1番のヤマハファクトリーイノベーションチーム J ・ウィルソン選手、以上の皆さんにお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは以上で表彰式を終了したいと思います。どうぞ気をつけてお願いください。おお、ちびっ子たちが、ちびっ子たちがやってきました。キャップをねもらって頑張りたいということで、かなり遠くにも送っていただきましたね。さあということで、波乱のもう波乱もいいところ、波乱ずくめの IA1 ヒートは制しました。3人の選手の皆さんたたえる表彰式を行わせていただきました。